メディアファイキングに上げようとしたんですけど、なんかエラーが出て上げられない状況になっているので。後でメールで送ってくあとださで、い。はい、うん、ちょっと上げま私もす。試してみます。で、共有するのが、どうするんだこれ。共有トレイ。これか。見えてますでし来てょうます。か。はい、大丈夫です。来てます。Okay, so I will make a presentation about the recent tracing updates. Can you continue speaking in English? yeah, That's I great. actually made my slide in English, but I will make it the presentation in Japanese. I Sorry. see. ですね。では、ちょっと最近、Linux カーネル上で開発、去年1年間続けて、どういうことをやってたかっていうのと、最近ちょっとまた慌ただしくなってきたので、そのあたりまとめて発表したいなと思っていたので、発表します。ですね、ご存じない方向けなんですけど、私、現在、リナロで、シニアテックリードさせていただいてまして、Linux カーネルメンテナーとして、いろんなものを携わってきてですね、あと、UBoot も最近ちょっと触っていますという感じです。すみません。ちょっと RTLA は、結局外しちゃったんですけど、こんな感じでやっていきたいと思います。まずですね、ちょっとブートタイムトレーシングについて、この場でまだ発表してなかったなと思ったので、発表させてもらいます。これ実際には、去年の LF ライブっていう、なんていうんですかね、Linux カーネルハッカーが、ハッカーというかメンテナーがですね、ライブでこう、セッションをするっていう ものでですね、発表させてもらったものになります。ちょっと飛んでですね。で、その中の、一応出来が良かったので、これ使っていこうかなと思いますと。で、まずちょっと、その、ブートタイムトレーシングってどういうことかっていうと、本当に起動時のトレーシングなんですけど、カーネルちょっと起動時にデバッグしたり、アナライズしたりしたいよねという話で、例えばその、パフォーマンス、ブートのそのパフォーマンスアナリティック、解析ですとか、あとドライバーの初期化時のですね、挙動を調べたりとか、ブートアッププロセスのデバッグしたりとかしたいというような話というのがあるかと思います。で、この時に、実はカーネルコマンドラインで結構、そのトレーシングのためのオプションって揃ってるんですね。あまり、使ったことはない方も多いかと思うんですけど、ftrace はですね、結構多くの、その、オプションっていうのを、カーネルのコマンドラインで、設定できるようにしています。簡単にイベントをですね、このイベントをトレースしたいとかですね、このトレーサー使いたい、ftrace とかですね、ファンクショントレースとか、ファンクショングラフトレース使いたいとかですね、kprobe 新しく追加して、いろんなところを関数に入れたいみたいな話とかもできるようになっています。ただ、これですね。一応こういった形で、アウトプットイベント、それ例えばですね、その、通った後、実際にじゃあどうするかっていうと、ftrace のバッファをこう見ないといけないんで、そうじゃなくて、そのコンソールにもうブートしているときに出してほしいっていうので、この tp プリント系なんかがあったりします。実際にはファンクションのですね、本当にその関数トレースとかやるとこれでこう埋まってしまいますので、実際にはイベントのものだけを出すようになっています。なので、ファンクショントレースとか出ないようになってますね。結構いろいろこういった形で、トレーサーですとか、ファンクションのフィルターですとか、そういったものを設定できるんですね。ただですね、これ、カーネルコマンドライン、変えた方、ことがある方は わかると思うんですが、コマンドラインに変えてしまうと、1ラインに書かないといけないんで、ものすごく長くなります。で、しかも見にくくて、これ何をしてるかがよくわからないんですよね。特に kprobe のイベントとか入ってきてしまうと、どうしてもそのスペースで、イベントの定義とかを区切ったりしないといけないんで、もう本当にしっちゃかめっちゃかになります。
で、まあこう、まあ、これ実際やったらこういうふうな形で出るんですが、例えばイニットコールなんかをですね、これあのカーネルの中の初期化関数をですね、の呼び出しを全部可視化するっていうようなことをしていますと。で、これ非常にこう大きいと。で、確かにこれカーネルのですね、コマンドラインサイズ、最小で256バイトで、実際には、まあ、あのアーキテクチャによるんですけど、だいたい4キロバイトぐらいまでいきます。ただ、4キロバイトもですね、1行で書かないといけないとなると結構厳しいものがあるというのと、まあ、実際にはその、さっき見せたですね、オプションでもですね、実際には ftrace の機能をカバーしきるほどではないんですね。で、なので、ちょっとこれどうにかしたいなと思ったのが、このブートタイムトレーシングとかをですね、始めにきっかけだったんですね。で、一つはまあ、そのインストラム FS にもうそのスクリプト入れちゃえばいいじゃんって思ったんですけど、そうするとちょっとインストラム FS って本当に最後の最後でしか走らないので、カーネルのドライバーとかはできないんですよね。カバーできないと。で、じゃあカーネルコマンドラインなんとかして、伸ばそうかと思ったんですけど、これちょっと1行でやるのは厳しいなということで、実は新しくその Linux カーネルにエクストラブートコンフィギュレーションというのを追加しました。で、このエクストラブートコンフィギュレーションって何かっていうと、カーネルのコマンドラインをちょっと、もっとファイルベースで書けるようにしたいと思ったんですね。で、これ何かっていうと、そのsyscontrol.conf っていうのをご存知かと思うんですが、あれみたいな感じでもっと構造的に書けないかなと。キーバリューリストとして、書けるようにしたものです。で、これ実際にはその、このテキストファイルが実際にもう本当に、イニット RD のイメージの後ろ側にポンとくっついて、で、起動するときにカーネルに渡されると。で、カーネルが内部でその内容をパースして、設定していくっていう形になります。で、文法自体はすごく簡単です。さっき言ったように、その基本はキーバリューですね。もう本当にその実際に、カーネルのですね、コマンドラインを、拡張するという形で考えましたので、キーに対してイコールバリューでこう割り当てると。で、バリュー複数渡せるようにコンマで切れますよと。で、この時にちょっとせっかくファイルにしたので、あのスペース空けてもいいようにしたいというようなこともやりましたと。で、あとですね、もう一つその大きなのは、その複数の1個のキーに対して syscontrol.conf ですね、その、key.word っていうのがいくつかこうつながった形で、あのサブキーをこうどんどん追加していけるっていう機能があったんですが、これもちょっと書きやすくしたかったので、ブレースでですね、1つのキーの下に、主キーの下につくサブキーを、複数書けるようにしています。で、あとはですね、バリューのアサインメントをですね、これイコールで普通に代入するんですけど、まあ、デファインするんですけど、コロンイコールでオーバーライトする。まあ、これはあの基本的に、メイクファイルとか、シェルスクリプトとかと同じような感じになります。まあ、ちょっと違うのは、プラスイコールが、後ろに追加するっていう形になるんですね。これはどっちかというと、翌頭のレシピみたいな感じかもしれません。で、他にですね、あと、キーとですね、バリューをちょっとミックスできるようにしましたと。だから、主キーの下に、バリューがくっついても、サブキーが別途設定できるようになっています。ただ、当然ですけど、バリューと、サブキーの区別がつかなくなるんで、こういうふうに、一緒にすることっていうのはできないようになっています。まあ、あとはですね、そうですね、これちょっと重要なんですけど、コメントが付けられるようになってます。要は、コマンドラインだとどうしても、コメントが付けられないので、このパラメータ設定したんだけど、これ何のために設定したんだっけとか、そういうのが分からなくなるということがあったんで、やっぱりコメントが必要だろうということで、シェルスクリプトのように、シャープの後ろにつけて、完了までは、コメントになるというような仕様になってます。で、あとですね、まあ、当然その、これでやると新しいネームスペースが生まれちゃうので、そうではなくて、その中に、カーネルのコマンドライン用のネームスペースというのをつけてます。だから主キー、一番最初のルートキーがカーネルで始まるものについては、カーネルコマンドライン
としてコマンドライン、カーネルに対してコマンドラインが渡すの、引数が渡されるようになっています。で、あと、イニットでやると、これは、まあ、同じようにカーネルコマンドラインに渡されるんですけど、ダブルダッシュの後につきます。あまり知られてないんですけど、カーネルコマンドラインでですね、コマンドラインの後ろの方にダブルダッシュをつけて、その後ろに書くと、そこから後のパラメータって基本的にはカーネルでは処理されずにイニットプロセスに渡される形になります。なので、これ例えばシステム D とかで非常にややこしいその、引数なんかがあったときにもこれで対応することができると。で、まあ、これ実際にじゃあどうやってカーネルに渡すのかというとですね、このツールズの下に、カーネルのソースコードのツールズの下にブートコンフィグというのがあって、その中にまたブートコンフィグというコマンドがあるんですが、これ使うとですね、ブートコンフィグファイルを渡して、initrd ファイルを指定すると、そこにこうアペンドすることができるようになります。でまあ、あとは何も渡さずに、initrd だけ渡すとチェックしたりとか、まあ、実際に initrd からデリートするということもできるようになっています。では、まあ、これテクニカルな話なんですけど、どうやって initrd にくっついてるのっていう話なんですが、initrd のですね、ファイルの、実際に後ろの方にですね、boot config の、データがそのままくっついていて、で一番最後に振ったという形で、サイズとかチェックサム、であとマジックストリングがついているようになっています。ちょっとこれ変に見えるんですけど、initrd の中に入れちゃうとファイルとして見えたりとかですね、あと形式によっていろいろ変更しないといけないというのがあったので、これも後ろにペタッとくっつけるだけにしました。で、まあ、じゃあ実際に、ブッタイムトレーシングがですね、トレーシングを、まあ、ブートコンフィグを使ってどうやって拡張するかというと、こういうふうな形になっていますと。さっき言ったブートコンフィグの中にですね、主キーをどうするかという話があったとかと思うんですが、この中でですね、さっき、カーネルドットで始まるやつはカーネルコマンドラインに、そのまま渡されるんですが、それ以外のオプションについては ftrace ドットで始まるものになっています。でこれを使うことによってですね、例えばそのイベントごとに、トリガーを設定したりとかフィルター設定したりする。であと、まあ、ftrace って複数の実はトレーサーを走らせる、同時に走らせることができて、インスタンスっていう名前で管理してるんですが、これも今まではできなかったんですが、これ使うことによってインスタンスごとの設定ができるようになったりとかですね、あとヒストグラムなんかも、実際に作ることができるようになっています。でじゃあ、実際ですね、じゃあ、ブートコンフィグ使うと、これ、今までこう、うちゃっとなったのがどういうふうになるかというとですね、こういうふうになりますと。まあ、非常にこう分かりにくかったんですが、実際にこれをですね、ブートコンフィグ使って書き直すと、このようにですね、構造化された形でですね、ftrace の中のオプションが何だっていう話とかですね、それに対するコメントをちゃんと書いて、実際にこれはこういうことをしますねということを書けるということで、管理がしやすく、なっていると。でじゃあ、他にもどういう使い方があるんですかと。例えばこれはですね、インスタンスごとの設定をするサンプルなんですが、そうですね。まあ、ftrace の中に複数の、異なるそのトレーサーというのがあるんですね。例えばその IRQ がオフになっている間、連停シーンを数えたりですね、あとウェイクアップ、プロセスのウェイクアップにかかる時間を測ったり、で関数のですね、呼び出しをですね、コールグラフを作ったりする、トレーサーっていうのをそれぞれ別々のそのインスタンスとして、作ることができまして、そうするとそれぞれ、まあ、起動した後でですね、それぞれを確認することができる、個別に確認することができるようになります。で、こんな感じで、まあ、実際動かしてですね、ブートしますと、こんな感じでこう、インスタンスの中にさっき、
作った IR Queues Off とかですね、WakeUp っていう名前で作ったインスタンスが出来上がると。で、それに対して、ファンクション、現在、一番ルートのインスタンスに対してはファンクショングラフが設定されていたりするというのが分かるようになっていると。で、他にもですね、これなんか特に、まあ、一部のですね、開発者にとっては嬉しい機能なんですが、例えばそのファンクショングラフトレーサーって起動時に作った有効にしたとしてもですね、大体の場合も全部のコールグラフ取ってしまいますから、起動した後ってどうしても最後の最後の方のデータしか残ってなくて、すごい悲しい思いをするっていうのが定番だったんですね。で、それに対してケープローブズとですね、のイベントと、あとイベントごとにですね、トレースをオンしたりオフしたりすることができる機能っていうのを、まあ、一緒に使うとですね、非常に面白いことができます。例えばこれなんかは、PCI のブロックイニットっていう関数に対して、ケープローブズをまず関数のエントリーに追加すると。で、その上でそこでですね、トレースオンをします。で、最後に、その関数から出るところ、リターンするところにもう一つの K プロブスを置いてあげて、そこで今度は、アクションとしてはトレースオフにすると。で、この2つ、オンとオフで囲まれたところだけ、ファンクショングラフトレーサーが動きますから、まあ、最初ちょっとトレーシングオンオフに、ゼロに設定しておかないといけないんですが、その上でこうグラフ設定すると、この関数が呼び出した中の部分だけの、ファンクショングラフが取れるということで、こんな感じになりますと。だから呼び出し、コールグラフをですね、特定の部分だけ取るというようなこともできるようになります。で、まあ、他にですね、これちょっと最終的にちょっと改良したんですが、ヒストグラム作ることもできるようになっています。今これですね、ヒストグラムを、これ何やったかな。あ、イニットコールですね、関数、起動時の、初期化関数に関して、スタートからエンドまでの、レイテンシーをですね、それぞれ、起動、取得した上で、ヒストグラムに突っ込むということをやっています。で、結局、それを起動し終わった後見るとですね、こんな感じでヒストグラムが、見えるようになっています。で、これ今ちょっと非常にこう読みにくい、ここで書いたやつも非常に読みにくい形になってしまっているんですが、今はこれちょっと改良されて、確かイニットコール、イニットコールフィニッシュドットヒストとかいうのを書けるようになってですね、で、キーとかもこの中に書けるようになっています。もっと構造化した形で書けるようになっています。で、まあ、こんな感じでですね、ブートタイムですね、要は起動時の、F トレースの使い方っていうのは非常に増えたよというのが、これの、メリットになります。で、細かいちょっとオプションについてはこんな感じで、紹介していきますが、実際には、カーネルのドキュメントの中にありますので、それを見ていただく方が早いかなと思います。こんな感じですね。インスタンスごとの、名前を付けたりとか、アドレスの設定をしたりだとか、イベントごとの、フィルターだったり、アクションだったりの設定をしたりするということができるようになっています。まあ、こんな感じでですね、実際に起動時に関しても、カーネルの起動時に関しても、通常の F トレースですね、トレース FS を使うのとあまり変わりがないぐらいのですね、遜色ないような使い方ができるようになっているというのが現状です。で、これがこんな感じで、あとはまあちょっと細かい話で、例えばその Perf Probe の機能を使って、ブートコンフィグっていうオプションをつけたら、ブートコンフィグ用の、設定の、なんていうんですかね、設定ファイルの、形式で出してくれるようになりましたよとか、そういう感じですね。そうすると、まあ、このツールを使うことで、ソースコードを見てですね、関数のここでこういうふうにしましょうってやらずに、もうソースコードの、例えば関数の行数を指定して、その中でローカルのですね、バリアブル、ローカル変数について、ちょっとトレースしたいっていったときに、こういうふうになりますよというのを自動的に生成してくれるようになります。
で、あとはですね、ツールズブートコンフィグの中のスクリプトの中に、もうちょっと、使いやすくなるようなツールっていうのを入れましょうということで、ftrace2bconf とか、bconf2ftrace というシェルスクリプトを書いています。で、これ何かっていうと、ftrace でですね、ちょっとカーネル起動した後になりますけど、tracefs 使っていろんな設定をすると。で、設定した後で、それをちょっと設定をブートコンフィグに書き換えたいなと。ブートタイムトレーシングで、こういうことをやりたいんだっていうのを、まず手元で作ってみて、それからこのシェルスクリプトを走らせると、ブートコンフィグ用の設定ファイルにこう書き換えてくれると。書き出してくれるようになっています。で、まあ逆に、その逆の役割をするのがこっち側で、ブートコンフィグの設定ファイルを加わせると、ftrace に設定するシェルスクリプトをまず吐き出すようになっています。もちろん、apply というオプションもあるんですけど、いきなり設定すると その設定で動き出してしまうので、こういう形でまずシェルスクリプトで書き出すようにしていますと。ですね。で、あと、これに関して、ちょっと変更をした、加えた部分があって、実はスタートタイミングが、これまですごくおかしかったっていうのがあってですね、これどこだったかな？ないよね。以前なんですけど、昔のカーネルって、実は K プロブスとか、がですね、どこだったかな？ FS ユニットかなんかで、K プロブスか何かが初期化されていて、それまでその K プロブスのイベントが使えなかったりしたんですね。で、今回ちょっとこれを機にですね、ブートコンフィグ初期化するのがここだから、イニットコール呼び出す前に初期化するから、じゃあそこのところを終わった直後にもう K プロブスとか初期化して、なんていうんですかね、ブートタイムトレーシング有効にしたいよねということで、いろんなブートタイムトレーシングの、初期化タイミングっていうのを全部ここにしました。コアイニットコールっていうところにしました。なので、ここから後の、ポストコアとかですね、FS であったりとか、こういったところのイニットコールから呼び出されるもの、ほとんどは例えばデバイスドライバーの初期化でしたり、ファイルシステムの初期化だったりするんですが、そういったものは全部トレースできるようになっています。で、あとは、ブートタイムトレーシングまず。あと、ブートタイムトレーシングいろいろオプションがあったと思うんですけど、これ実はオプション間で、設定される、順序っていうものがあります。なので、例えばこういった形で、設定されるよっていうことを最初に覚えておくと、なんか設定したけれども、この順序に従ってなくて設定してしまったせいで反映されてないっていう悲しいことが起きるのを防げるかもしれません。とはいってほとんどないとは思うんですけど。あとですね。これ、優勢時ですね。どうやって使うかなんですけど、コンフィギュレーション、カーネルビルドするときに、コンフィギュレーションでブートコンフィグとブートタイムトレーシングを有効にしておくというところですね。で、あとは、ビルド、ブートコンフィグツールをビルドしておく。で、そのカーネルで起動して、ftrace をですね、設定した後、この ftrace2bconf を使って、ブートコンフィグファイルを作り出した上で、ごにょごにょっと中でちょっと変更したりして、最後にこのブートコンフィグコマンドを使って、initrd に対してアプライすると。で、リブートするんですが、リブートするときにですね、この、コマンドラインで実は生のカーネルに対してはブートコンフィグっていうオプションをつけないと有効にならないということがあって、これがちょっと、話題になっています。こんな感じですね。ここまでで何か質問とかありますか？どんどんミュートを解除して質問してください。もしなければ、次のところに進んで、そこからまた戻ってもいいですけど。ですね、進みましょうか。はい。そうですね。はい。
ですね、で、ブートタイムトレーシングはこんな感じで、これがまあ大体去年の、夏前までぐらいの話でですね、で、そこから先は結構いろんな人が機能を追加してくれるのをですね、手伝うという形で結構進めてきています。で、例えばその、一つあるのが、その VMware の人によるですね、ダイナミックイベント、アナザーイベントっていう、イベントプローブっていうものを、提案してもらって、これも追加しましたと。これ何かっていうと、非常に面白くてですね、今までそのカーネルの中にあるイベントって、スタティックイベントって言われる、その、トレスポイント、トレスイベントみたいなもので、こう、定義されたやつっていうのが主だったんですね。ところが、これ、イベントをですね、定義して、まあ、ポインターとかデータとか、バリューとか渡すんですけど、渡して、記録するんですけど、実際には、例えば、その、構造体のそのポインターとか渡して記録しても、後で見ても何の役にも立たないわけですよね。で、あと同じように、その、ストーリー、例えば、その、文字列と私が入っている、その、チャーのポインターとかを保存したとしても、結局中にどういう文字が入ったかわからなかったら何もないという話になってしまいますと。で、これはですね、それを改良するために、もう定義されたイベントに対して、別の新しいイベントを追加するという形になっています。まあ、タンデムみたいな感じになってるんですね。で、そうすると何ができるかというと、例えばこういう、その、F-TRACE の中にですね、そのシステムコールの、まあ、エントリーポイントとかエグジットポイントでですね、イベントが自動的に作られるようになっています。ところがこれ、ユーザーから渡されるパラメータをそのまま保存するせいで、例えば構造体だったりとか、文字列だったり渡されたとしても、それが何なのかっていうのは全然わからないんですね。で、ちょっとこれだと、例えばその、S-TRACE みたいなことができないみたいな話になっていて、じゃあどうするかということで、eProbe、新しいこのイベントプローブっていうのを追加しますと、これまあ E が最初に作るんですけど、名前が来て OpenArt っていうものを作りますよと。で、これはシステム、あ、SysCalls の SysEnterOpenArt っていうイベントに対してつけますと。で、ファイルは、こいつの中のファイルネームと呼ばれる、ここですね。これを参照した上で、これをユーストリングで保存しなさいと。ユーストリングっていうのはユーザー空間にあるストリングを取ってきて保存しなさいという話ですね。で、これを有効、このイベントを有効にすると、こんな感じで、まあ、トレースファイル見るとですね、これなんか、エトセパスワード見てますけど、おそらくなんか、ファイルを実行するときに、確認するためのものだったんだろうなと思いますが、この OpenArt っていう、イベントが実行されたときに、実際のファイルの名前はこれでしたよっていうことが保存されるようになります。で、あと、これ TIM の、スライドの中にもあったと思うんですけど、OS ノイズトレーサーズというのが、まず出されましたと。これですね、実際に OS ノイズっていうのを設定して動かしてみたらわかるんですが、非常にこう、簡単に設定できます。で、こんな感じですね。何かっていうと、OS が走ったときに、まあ、アプリケーションを走らせるときに、ランタイム in US ですから、この期間の中で、実際に OS がですね、同じと言ってますけど、実際に OS が動かされた時間ですね。で、その時に、まあ、OS というか、OS のその、まあ、実際にレイテンシーになる、リアルタイムに対してはレイテンシーになるような処理っていうのが走ると、いうのがどのくらいかっていうことですね。例えば割り込みが、これ多分1秒間になってると思うんですけど、割り込みが1秒間にどんだけあるかとか、その間にこう、ハードウェアの方でどのくらい処理されているかとか、ですね、それに対して、そのせいで、まあ最終的にはこのぐらいの、秒数使われてますよとか。で、その中で、マックス、一番重要なのはここなんですけど、シングルノイズイン US って書いてあるのが、こういうふうな、ノイズが出た中で一番大きなノイズの、長さですね。
を示しています。これだと、例えば7マイクロセカンドぐらいは、OS ノイズでアプリケーションが動かない、ことがあると。これちょっと多分、そうですね。カーネル自体は、プリエンプトカーネルではないので、こんな感じになっていると思うんですけど、すごい長い間、プリエンプション動かなくて、そうすると、この、制御ループをこのぐらいのサイズでやってしまうと、制御ループ1回分止まってしまいますよみたいな話になるということですね。あと、タイマーレットですけど、これは、タイマーラットですけど、これはタイマーのレイテンシーを調べる感じです。タイマーが、実際に動いたときに、実際に発火してからどのくらいの時間かかって、これ、さっきのが US だった、マイクロセカンドだったんですけど、今度はナノセカンドになってますね。なので、106、これだと106マイクロセカンドぐらい、実際にはずれますよと。どういうタイマーが動きましたかみたいなのが入っているという感じですね。で、こういった、ものがですね、実際にもうカーネルの中に追加されています。で、今、ですね、議論になっているのがこういうものですよと、議論になっているというか、4NEXT ですから、もう次のバージョンで入ると決まっているのがこれになり、次のやつになります。ですね、まず、そのユーザースペースイベントというのがあります。ですね、このユーザースペースイベント、マイクロソフトの人が出してくれたんですけど、どういうものかというと、ユーザーアプリケーションがですね、生のイベントデータをですね、Ftrace に投げられるという機能になります。で、これどういうことかっていうと、アプリケーションがですね、例えばその新しいイベントを定義して、そのイベントをまあカーネルに投げるんですけど、これどういう使い方があるかっていうと、アプリケーションの中で、スタティックイベントですね、静的なイベントを定義して、で、そのイベントをまあカーネルのバッファにもどんどん投げていくっていうことをしたいっていうときに使えます。で、多分、どこだったっけな。ですね。そっか、これちょっとまた後になるのか。どういう利点があるかというと、まあ、イベントのですね、ステータスですね、イネーブルとかディセーブル、他にですね、その Ftrace で使われているか、パワーフツールで使われているかみたいなことをですね、全部そのユーザー空間に通知するインターフェースというのもあります。で、これによって、カーネル空間でですね、トレースされているかされてないか、イベントがトレースされているかされてないかっていうことを判断して、ユーザー空間の処理を最小限にすることができるようになります。だからこれはユーザー空間のアプリケーションのオーバーヘッドが最低限で済むと。で、あとはですね、アプリケーションがですね、ローイベント、つまりその生のイベントのデータを書き込むことができる。例えば今までだと、トレースマーカーみたいなのがあったんですが、また後でちょっと紹介しますが、トレースマーカーって1個のインターフェースしかなくて1種類のイベントしか投げれないんですね。で、結局何投げるかというと、文字列を投げるっていう形になるんですよ。で、文字列を投げるだけだと、それでもいいんですけど、例えばさっき紹介したようなですね、ヒストグラムを作ったりだとか、フィルターをする、あるイベントの値によってフィルターをして、このイベントは通す、このイベントは通さないみたいな処理っていうのが全くできなくなるという問題があります。なので、これですね、生のイベント、逆にユーザーイベントの方は、新しいイベントをデファインするときに、定義するときに、このイベントは、こういう名前のイベントで、こういうフィールドがありますということを定義できるので、それぞれのフィールドは、この、例えばイント型ですとか、アンサインドですとか、チャーですみたいなことを全部書き込めるわけですね。で、そういうのがあると、カーネル空間の中ですね、受け取ったデータに対してフィルタリングをかけることができるようになります。で、さらにですね、Uprobe を使うよりもはるかに早いと。これまではちょっと、ダイナミックイベントである Uprobe を使って、無理やりその走ってるアプリケーションに対して、プローブを打ち込む、
デバッカーでいうところのブレークポイントを打ち込むっていうのができたんですけど、これやるとやっぱり、一回割り込みが発生して、カーネルに移動してから、カーネルからデータを取ってきてみたいなことをやらないといけないので、非常に遅くなるっていうのと、あと、まあ、ここで言っていた、その、イネーブルとかディセーブルの情報っていうのが全くエクスポーズされないので、ユーザー空間では常にこう、イベントに渡すデータを用意しておかないといけないっていう形になります。なので、そのあたりのオーバーヘッドが少なくなるっていうのが非常にいいところですね。で、ユーザーイベントについては、インターフェースが2つあってですね、1つはそのユーザーイベントステータスって呼ばれるファイルで、これはさっき言ったそのステータスですね、現在その、それぞれのイベントがどういう使われ方をしているのかっていうことを、表す、配列ですね、フラグの配列をこうユーザー空間に渡してあげると、シェアすることができます。で、これ、Mmap しているので、基本的にカーネルで、状態を書き換えてあげたら、すぐに反映されること、することができるという形になります。で、もう一つはユーザーイベントデータで、これ二つの、ユースケースがあって、一つは、IO コントロールを使って、新しい、ユーザーイベントを定義する。で、もう一つは、データを書き込むっていうことですね。で、当然、その、それぞれ、新しいイベントを作ると、イベントごとにその ID っていうのが必要になってくるんですが、これを、ですね、このユーザーイベントでは、イベントの書き込むときに使うインデックスと、イベントの状態を読み取るときに使う、ここで使うですね、インデックス、2つのインデックスを返してくれます。なので、それぞれにインデックスを使って、書き込むときには、書き込み用のインデックス、ライトインデックスを最初に書き込んで、その後、後ろに、なんだっけ、ローイベントのデータか、イベントデータをくっつけたものをボンと書き込むという形になります。ちょっとこれ、分かりにくいと思うので、実際、じゃあ、C で書くとどうなるのかということなんですけど、こんな感じになります。非常に単純にできるのが分かるかと思います。まずですね、ユーザーイベントの、ステータスをですね、まずオープンしておいて、それを、そこでエムバップしたページをもらってきておきます。で、次にですね、ユーザーイベントのデータのところをですね、ファイルをオープンして、そこにその、なんていうんですかね、この絵は、テストっていうイベント名で、イント型のペイロードっていうのを一つ追加します、一つフィールドとして持っていますよっていうのを、定義して、で、これを IO コントロールで渡してあげると。で、このレジスターをすると、最終的に戻ってくるとですね、レグの、ステータスインデックスっていうところに、そのインデックスが入りますよと、レグのライトインデックスというところに、書き込み用のインデックスのデータが入ってきますと。なので、まずちょっとこれ IO ベクが必要なんですが、IO ベクターの、0番のところにですね、ライトインデックス、で、これはまあ、決め打ちで32ビットを渡してあげると。で、あとペイロードですね、実際の生のデータ、この、実際にはこのペイロードの部分ですので、イント型のなんかデータを渡してあげて、で、これをライト V で書き込みますと。で、これ、ライト V で書く前に、ページデータ、コードで取ってきたデータですね、これを見て、ステータスインデックスを見て、それが0でないというのを確認した上で書き込むという形になります。こんな感じで使えるので、非常にこう、ある程度手軽に、イベントのデータを、パッケージングして、流すということができるようになります。で、まあ、さっきちょっと言ってしまったんですけど、トレースマーカーっていうのがあるよねと、これ何が違うのっていうと、トレースマーカーって非常にこう、使い方としてはすごく簡単で、トレースマーカーっていうデータ、ファイルに対してなんかデータというか、文字列を書き込んであげればいいと。
なんですが、これだと、例えばそのイベント、このトレースマーカーのイベントって実はディセーブルできないんで、いくらでもユーザー空間から書き込むと、イベントログが擁護されちゃうんですね。で、さらにその、トレースイベントの、型がわからないもんだから、誰が書いたかっていう、まあ、プロセスは分かったとしても、その中のイベントをどういう意図で書いたのかっていうのは全くわからないっていう状態になります。で、まあ、それに、まあ、それ以外にトリガーとかフィルターが使えないというのもありますし、で、それに対してユーザーイベントの方では、複数のイベントっていうのをそれぞれのアプリケーションから作ることができると。で、そうすると、例えば QM なんかはよくあるんですけど、200個ぐらい自分の中でイベントの、定義してますので、そのそれぞれのイベントを別々に定義した上で、まあ、カーネル空間というか、ユーザーの方から、カーネル空間の方から、ディセーブルしたりとか、用途に応じて使い分けたりするということができるようになる。で、フィルターもトリガーも使い放題ですよということになっています。ただ、使い方としては、当然、そのトレースマーカーに比べれば、ちょっと複雑になると。ユーザーイベントをまず定義しないといけないし、イベントインデックスと一緒にライトしないといけないから、普通にそのシェルスクリプトとかでできるような話ではなくなります。というのが、まずですね、イベントとしてあって、で、今現在ですね、ちょっとデベロップメントという形で、議論が進んでいるのがこれらの機能になりますと、カーネルのオブジェクトトレーサーとですね、F プローブ、レッドプローブ、レッドフックというものになります。で、一つ目のカーネルオブジェクトトレーサーって何かというとですね、これ、まあ、オンラインのオブジェクトトラッキング、トレーサーなんですが、そうですね、今までそのカーネルのトレースをするときにですね、カーネルの例えば関数の呼び出しのトレースをするときに、やっぱりいつ呼び出されたかとかいうことで区切ることはできたんですが、じゃあこの例えばその i ノードとかを作ったときに、その i ノードに関係する、関数だけをなんかトレースしたいって言ったときに非常にこう難しい問題が発生するんですよね。一つ一つの関数に対してこの、引数が何だったかっていうフィルターを全部追加していかないといけないとかですね、そういう問題がありました。で、それはちょっと大変なんです、大変だったんですが、このオブジェクトトレースというのですね、機能を使うと非常に簡単に、使うことができるようになります。で、まあ、シンタックス自体はすごい簡単で、オブジェクトトレース、アド、フィールド、まあ、何かのイベントにですね、追加するその、トリガーとしてですね、このオブジェトレースというコマンドを、上げると、設定してあげるという形になります、実際には。まあ、サンプルで言うと、Kprobes のイベントと使われることが多いんですが、というのは、ある処理に対して、Kprobes のイベントを突っ込んで、そこで、その記録したいオブジェクトのアドレスっていうものを、そのイベントでこう記録すると。で、そこに対してトリガー、このトリガーですね、オブジェトレースというトリガーを設定してあげることで、そのイベントの中で記録されたフィールド、ここではオブジェクトのアドレスをですね、設定してあげることで、トレース対象となるという形になります。で、こちらがですね、ユーセージなんですけど、まあ、非常に簡単に、やるとですね、例えばこれ、アロック iNode ですね、いう関数がカーネルの中にあって、これ iNode を、アロケーションするんですけど、まあ、関数から戻るときにですね、生成した iNode の、アドレスを返してあげるということをします。なので、そこでですね、リターン、関数のリターンに対して、プローブを追加して、で、リターンバリューをですね、iNode として、保存するっていうイベントを作ります。で、このイベント自体は、イネーブルにしなくてもいいんですね。イネーブルにする代わりに、オブジェトレーストリガーを設定してあげます。イベントに対して、このオブジェトレースアドで、この iNode ですね、この iNode を記録するようにっていうことで、渡してあげますと。で、iNode の、オフセット0番目って、モードになってるので、iNode のモードですね、モードを指定する形になるので、
そのモードをですね、ちょっと一緒にバリューとして記録しましょうということを、トリガーに、追加しています。で、まあ、ちょっと LS してみて、まあ、キャットするとですね、こんな感じで、新しい iNode がですね、使われたのが、まず iNode SB リスト Add っていうところで呼び出されました、このオブジェクトですよと。で、その時のバリューがこれ0でしたとかですね。で、そこから今度は、これはカレントタイムっていうところで、なぜか iNode が渡されてますねと。で、バリューも変わってますねと。で、多分これタイムスタンプを、ファイルに対して設定していく過程なんだと思うんですけど、その時にも、iNode が渡されてます。この対象の iNode が渡されてますねということがわかると。だからちょっと組み合わせ次第で、非常に面白いことができそうな、トレーサーの機能になっています。で、まあ、そんな感じですね。で、もう一つですね、これは本当にインターナルな、内部の実装の話なんですけど、今ちょっと話を進めているのが、マルチプルファンクションエントリーエグジットプローブというものです。何かっていうとですね、ちょっとこれ背景がややこしいんですけど、eBPF で kprobes 使うことできるんですけど、複数の関数をなんか指定する、例えばその、全部が、ksys で始まるような、probe っていうものを定義してトレースするとですね、なんか数百個の kprobes のイベントを作って、それを kprobes に追加していくんですけど、実はこれすごい時間がかかるんですね。まあ、ちょっと内部では ftrace 使ってるんですけど、ftrace って、ですね、内部でどういう実装にされてるかっていうと、関数の、全部のカーネルの関数のリストに対してハッシュテーブルを持っていて、でハッシュテーブルを、更新していく、1個この関数追加してくださいっていうと、そのハッシュテーブルを更新するっていう形にするんですよ。ところがこれが、当然なんですけど、オペレーションがですね、何回、1回来ると、シンクしないといけない、同期しないといけないんで、RCU のグレースペリオドって呼んでるんですけど、その、なんて言ったらいいかな、まあ、ある意味、そのカーネルの中でちょっと待つ時間があると。だから1回追加するごとに待つ時間が消費されます。で、これが大体、10ミリセカンドとか100ミリセカンドとかかかるんですね。で、それをですね、例えば100回するとなると、それの100倍とかが普通にかかってきてしまうので、1秒とか2秒とか普通に待つと、下手するとですね、10秒とか待つことがありますと。で、それがどうもちょっと嫌だということで、これをですね、なんとかしたいという話になって、じゃあこういうふうにしたらどうかというふうにして提案しているのが、今、fprobe になります。で、これ何かというと、もう、kprobe っていう側をかぶせるとどうしても遅くなると。kprobe ってもうどうせ1個のプローブに対して1箇所っていうことを決め打ちでやってるインターフェースになってしまっているので、それ以外の使い方が非常に難しい。で、それに対して、もう複数の、関数のエントリーポイントが渡されるっていうことを前提にしたインターフェース作ってしまいましょうということで、fprobe っていうのを作りましたと。で、ただ、これだけだと、リターンプローブ、関数のリターンに対しても、ちょっと使いたいんだけどってなったときに使えないので、実は、系列プローブスの、リターンをフックする部分だけを取り出して、レッドフックっていう名前にして、F プローブから使えるようにして、関数の、入り口と出口を押さえれるようにしたというのが、これになります。で、使い方もですね、非常に簡単で、その、まあ、フック自体は、フックというか、その、関数自体、呼び出される関数、コールバック関数自体はすごい簡単で、その fprobe に、もともとの関数のエントリーポイント、エントリー IP と、あと、その時のレジスターっていうのを、渡すような、ハンドラーっていうのがあって、で、このハンドラを、まあ、エントリーとエグジットのところに設定してあげてくださいと。あと、まあ、なんか、もしオプショナルのフラグが必要だったら設定してくださいと。で、それがなければ、先に進んで、レジスター fprobe っていう、関数を使って、そこにこう、
対象となる関数のですね、名前を設定してあげてくださいと。これなんかで、で1個目の引数が、トレースする関数で、2つ目の引数がトレースしてはいけない関数になってるんですね。だからこれだと VFS なんたらっていう関数なんだけれども、VFS リードだけは外してくださいねみたいなやり方になります。でこれ実際には他の、使い方もでき、インターフェースもあって、レジスタイププロブシムスとかになると、シンボル名をアレイで、配列で渡すということもできるようになっています。まあ、こんな感じでですね、実行すると、設定できるという形になります。で、まあ、ちょっとこの後は、余談でしかないんですけど、まあ、インターナルな、実装はどうなってるかっていうと、本当に、レッドフックに関してはですね、関数の入り口のところで、リターンアドレスを捕まえて、スタック上にあるリターンアドレスと、その、自分が作ったトランポリンに、関数に対する、アドレスをですね、入れ替えるわけですね。で、入れ替えた後、それぞれのタスクにあるリストの中にどんどん追加していくっていうことをしてます。だからこんな感じになってます。で、系列プローブも全く、ほぼ全く同じですね、コードを使っているので、こんな感じでリストがタスクから入ることになります。で、これに対して、F グラフトレーサーですね、ファンクションコールグラフトレーサーは何をやってるかっていうと、シャドウスタックページをですね、1個ページ単位、4K ページ単位で、アロケートしてタスクごとにも追加する形になります。ただこれ、お分かりになるかと思うんですけど、タスクが例えば100、10万個ぐらいあると、かける 4K ページを全部アロケートする形になるので、メモリの消費量が半端なくなるっていう問題はあります。でですね、これ、リスト方式とじゃあ、アレイ方式でどっちがいいんだっていうと、これ、一概に何とも言えないんですね。リスト方式だと、非常にそのメモリの消費量っていうのはフレキシブルになります。自分で決めた量しか、このリストのノードっていうのを詰めないことになる、くっつけなくていいので。ただ、そうすると、例えばその、このノードがですね、あらかじめこれ取っとかない、アロケートしておかないといけないんですけど、このプールが尽きると、当然そのフックできなくなるという問題がありますと。で、それに対してアレイの方ですね、ページアレイの、この、配列を使ってですね、4K ページ使う場合っていうのは、まあ、4K ページ使うまでは、普通に、他のそのプローブとかとですね、共有できてしまうんで、非常にこう効率がいい形になるように見えますと。ただ、要は固定のメモリの消費量になるんですけど、それがいいところなんですけども、弱点はこのそれが固定になるっていうことなんですよね。例えばさっき言ったように、その、10万、プロセスとか走ってしまうと、10万かける、4K ですから、10万で100万になって、メガになって、なので、4ギガか、メモリが4ギガ必要になるという話になります。なので、ちょっと、よしあしながあるわけですね。ただ、確実に言えるのは、これが両方とも実装されていると非常に良くないよねと。どっちも使われてしまいますから無駄になるよねということで、ちょっと今後そのこのあたり、もしこっちの方が、ファンクショングラフトレーサーでこっちの方がですね、もう実装されてるよ、有効になってるよっていう時には、こっち使わずにこっちに切り替えるっていうことをレッドフックの中で勝手にやってしまおうかと思っているところです。これはまだちょっと、計画段階なので何とも、言えないんですが、で最後ですね、他にも実は、これ最後じゃないのか、他にもやっていて、去年の夏あたりにちょっとちょろちょろっとやったのが、例えば系列因数プローブっていうのがあって、さっきのやつはそのシャドウスタックをどうしても作ると、いうことで、見えないスタックをこう作ってしまうからメモリの消費量が激しくなって、問題になるんだよ。
じゃあ、もう関数を、デコードしてしまって、命令デコードしてしまって、リターン命令っていうのを見つけたら、そこにこうプローブをもう直接打ち込んでしまった方がいいんじゃないかっていうことでやってみたのが、系列因数プローブになりますと。で、これの場合は、シャドースタック全くなくていいんですけど、問題は、ですね、世の中にあのテイルコールジャンプっていうのがありまして、関数の一番最後にですね、リターンなんでバリューを返すやつはいいんですけど、リターンで関数を呼び出して、その呼び出した関数の戻り値を返すやつっていうのがあって、これは基本的にコンパイラーでジャンプに置き換えられちゃうんですね。リターンじゃなくてジャンプに置き換えられて別の関数にジャンプすることになると。で、そうすると、この方法っていうのは実は使えなくなると。なぜなら呼び出した先の関数のリターンをまあ探せばいいんですけど、この時に、対象となっている関数のリターンなのか、それとも呼び出した先の関数が別のところから呼ばれた時のリターンなのかが分からなくなるっていう問題があって、これがちょっと今のところお蔵入りになっている状態です。で、他にもですね、やったことで言うと、これ多分最高かな。BTF サポートっていうのがあります。BTF って何かっていうと、BPF のタイプフォーマットって言われるやつで、ですね、これ、ドワーフですね、デバッグインフォからですね、作られるんですけど、それに似た、ただもっとコンパクトな、インフォメーションになりますと。ドワーフってよくそのデバッグで使われる、コンパイラーですね、-G だっけ、オプションをですね、有効にすると、作られるものなんですけど、結局そのかん、なんていうんですかね、プログラムが実行されているときに、どのレジスタに何が、入っているか、もともとのソースコードでいうところに何が入っているかとかですね、そういった情報っていうのが全部埋め込まれるわけですね。で、これに対して、これだとどうしても大きくなると。実際どのくらい大きくなるかっていうと、確か実行ファイルの、10倍まではいかないんですけど、8倍ぐらいのサイズになるんですね。で、これだと、カーネルと一緒にですね、メモリ空間にロードするっていうのがちょっと難しいということで、BTF っていうのが考えられましたと。で、これ何かっていうと、もう関数の呼び出しのところに限定しましょうと。で、そのときに、タイプ、型情報ですね、それぞれの引数の型情報だけを保存しましょうっていうふうに割り切って作ったっていうのがこれになります。BTF になります。で、これでも、実は十分に役に立つので、Kprobes をですね、イベントをこうどっか関数に、設定するときに、名前をまあ指定してあげたら、その、アーギュメントで引数をですね、BTF の中から探し出してきて、型情報を使って自動的にそのどういう型で、例えばイント型なのか、ロング型なのかとかですね、そういったものを取り出せれば、自動的に設定できるでしょうという話がありますと。で、これをちょっと、試しにやってきた、見たっていうのがあります。で、この時にはいちいち名前ちょっと探すのめんどくさかったので、何をしたかっていうと、ドルドルアーグスっていうのを追加しましたと。で、これは何かっていうと、これを指定するして関数の頭を、渡すと、関数の頭にプローブ打ち込むと、関数、その関数のですね、BTF 全部探し出して、そこの中からですね、引数の名前とその型っていうのを、自動的に取り出して、展開してくれると。複数の、その、これなんかだと VFS リードっていうのは、このファイルとバフとカウントとポーズっていうのがあって、それぞれこういう、型ですよと。ただちょっとこれ、型のサイズしか、保存されてないので、こんな感じになってますけど、こんな感じになってますと。ですね、そんな、そういう使い方ができるようになっています。まあ、初期、最終的にはちょっとやりたいのは、例えばその、何でしたっけ、ストラクチャーのですね、フィールドであったりとか、ストリングっていうのを自動的に、例えば、ユーザー空間にあるかどうかっていうのを調べて、UV ストリングに切り替えるだとか、そういうことはやりたいとは思っていますが、まあ、実際のところ、今のところでもですね、これと同じことは、パフプローブっていうツール使えばできることはできるんですよね。というわけで、ちょっと、まあ、モチベーション的には落ちてる感じですね。
という、ことでした。というわけで、これで私の発表自体は終わりにしたいと思いますが、ご質問等あるでしょうか。ありがとうございます。じはゃい。あ、ミュートを解除して皆さんどんどん質問してください。松本さん結構チャットにコメント書いているよね。いや、ブートコン、コンフィグ、ブートコンフってまず、はい。カーネルの起動につける、あれを、実は私、正式名が10年やってんの、いまだに。ブートパラメーターって呼んだり、起動変数で、カーネルパラメーター。あれは正式名は何ていうのがいいんですか？あれですね、正式名確かにあんまり決まってなく いや、て、大体の人はカーネルコマンドラインって呼んでるんですよ。カーネル、そうですよね。私もカーネルコマンドラインはでも本当に結構、あるところからその長く取れるように、昔ちょっと短くてそもそもあんなそう詰っめす。込めないよっていう制限もあったのを、いや、今だったら別にいいじゃんって感じで サクッと緩和されたりとか、まさかあんなテキストファイルチックなのつけて、ただあれはブートローダーがサポートしないとダメなんですかね。いや、特には、今のところ、initRD にくっつける形にしているので、ブートローダーが対応する必要は、必然性は特にないです。まあ、もちろん、対応してもいいんですけど、あれか。コンフィグにブートコンフィグってつけるときに、要するに uBoot から使うときって、ファイル形式だと、今は、initRD がないと使えないようになってます。そうですね。こだれ、から、ちょっと、厄介で、initRD ないとき、じゃあどうするのかっていうと、多分カーネルコマンドラインで、アドレスを渡すぐらいしかないんですよね。デバイスツリーとかに突っ込んじゃうっていうのもじゃダメなんまあ、ですかそね。れもいいかもしれなんないですけど、デバイスツリーに、です。そもそもデバイスツリーを使おうとしたんですよ。ブートコンフィグっていうのを新しいのを作るんじゃなくて。で、そしたら、デバイスツリーはデバイスのものだから、ソフトウェアのものを突っ込むなって言われまして。ああ、仕様的にはそうですね。はいはい。で、できなかったっていう。FIT イメージがそういう目的のものなのかなと思ってたんですけど。ああ、確かに FIT の枠組みでも綺麗に拡張できなんまとすなくね。いけそうな、なんとなくですあ、けいど。けます、いけます。とか FIT は枠しか提供しないんで、まさにこういうのができてきたら、FIT でもいいんだけど、FIT の場合、カーネルからブートローダーが解釈しちゃうそうのそう。で、FIT の形で渡されないんですよね。どちらかというと、ブートローダー側の実装がそれの枠組みでできるかもぐらいな 意味で発言してます。カーネルは FIT 直接取り扱えないです。そうですね。結局、そのカーネルのブート時に渡す仕組みっていうのをどうするかっていうところに困ってしまっていて。で、まあ、できる一番簡単なところは、initRD にくっつけることだろうという話になってですね。全然いいとは思ってて、後ろにペタッてつけるだけなのか。そうですね。多分カーネルの、ブートローダーで、例えばそのブートコンフィグ追加するのをすごい簡単にできるようにしていってですね、ASCII なんですけど、後ろ側にくっつけられるようにしたんですよ。だから、開業を入れてから、自由に、設定をですね、追加して、で、途中で、ですね、確か、説明したんで、あんまり説明してなかったんですけど、これバリューアサインメントがいっぱいあるのって不思議じゃないですか。で、実はこれがですね、伏線で、プラスイコール、あ、プラスイコールじゃない、コロンイコールすると、上書きして書き換えることができるんですよ。
まり、ブートローダーで追加で何かやったときに、前の設定ちょっと書き換えたいなと、デフォルトの設定書き換えたいなと思ったときには、このイコール使えばいいと。ああ、なるほど。どうやるんだっけ、しないの。この連結で普通にいけるって。そうですね。連結で、もしくは上書きっていう形にしてしまえばいいと。ハウリングが何かだかな、これ。でも、あ、大丈夫か。はい。あと、すごい初歩的なあれなんですけど、デバッグツール系、トレース系が全然使えてなくて、晩年、プリント系から抜けられずみたいな人がいるんですけど、なんか、どうなんだろう。ステップアップするためには、どこからやっていくと、機能的には最新カーネルがどん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 リッチになっていくから、新しいので一番やるのがいいっていうのは一方、なんか初心者は一番ヘッドを追うのが結構大変っていう矛盾があって、なかなかこう入りにくいっていう、なんか気づいたらシステムタップで何でもできるぜって思ってたのが8年前とかで、今はなんか気づいた eBPF がそこのフレームをうまく使って何でもできるようになってた。こう微妙に難しいっていう。そうですよ。BPF 系って結局習わないといけないことが増えちゃって、うん、僕個人的にはあんまりなんていうかあんまり良くないなとは思ってるんですけど。それシステムタップにしてもやっぱり言語が入ってきてしまうっていうのがあんま良くなくて、うん、そうするとデバッグしている人たちって別に言語を学びたいわけでもないしツール使いたいわけでもなくて、そこのところの敷居っていうのを低くしたいんですよね、うん、でそれはあったので、そうですね、僕はそれを目指してパーフプローブは作ったんですけど、カーネルっていうように関して言えば、うん、パーフプローブ使えばソースコードをそのままで表示したりとか、その時ある行はこうプローブできるのかどうかっていうのを調べたりとか、そこでどういうこうローカル変数がトレースできるのかっていうのは知ることができるので、そこのインタラクティブ性は改善されるとは思うんですよね。うん。そうか、多分あんまり知られてないんですよね。もともとこの手のツール、よく同僚にも言われるんですけど、ツールを使えるようになることよりまず中身を知らないとツール使えないよねっていうところもあって、やっぱデバッグ系ツールはエキスパートのためのエキスパートによるみたいな形になって、なかなか入門が難しいジャンルなのかなっていうのはいつも思っていて、それがゆえになかなかみんなカーネル初心者が初心者を抜けるのが大変みたいな。で、効率の悪い開発をずっとこう続けちゃうみたいな、あってどうしたもんかなみたいな。完全に、まさにそういった状態をちょっと防ぎたかったんですね。で、だからパーフプローブってちょっととっつきにくいように思うんですけど、うん、実際にはインタラクティブ性っていうのが一番メインにしてるんですよ。本当はインタラクティブコンソールをつけたかったんですけど要は、こうやって例えばソースコードをもうそのまま関数に対して見ちゃうとか、うん、その時に例えばそのファイルのですね、先頭から何行目とかっていい調べたくないじゃないですか、うんうんうん、だから例えばこれ11行目この関数の、11っていうところ、うん、あこれができそうだってなったら11のところでじゃあどういう、
バリアブル、ローカルバリアブルが使えるのかっていうのを見て、で、これをじゃあトレースするっていうふうに、宣言してもらうと。ちょっとハイフン D でちょっとどういうふうになるのかっていうのを見てもらいますけど、バフストリングっていうのやりたいよねってなったら、じゃあこれを、実際にはこう F トレースに突っ込んでもらってトレースするっていうだけにしたいと。これパフ使うとパフトレースでこれで A でやった後、ちょっとこれカーネルが違うのでできないですけど、A で追加した後、実際にはこのパフローブのパフどちスルーでパフリストだっけ、リストでここに追加した、イベントが出てくるので、このイベントをトレースするっていうふうにすると、そのイベントだけが出てくるようにする。まあ、トレースでこういうふうにするといっぱい出てきちゃいますけど、うん、イベントでさっき追加したやつの名前を入れると。リペで貼り付けて。そうですね。ああ、なる。なんかでもこれだけ今画面見てるだけだと、なんか自分でもできるかもって感じがしてきて。うん。だから、うんうん、やりたいことはこのすごい単純にこうこの中でプリント系を入れるんだったらどこに入れるっていう話を考えて、そう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 、でプリント系のでトレースしたいのは何？っていうのをこれで確認して、うん、いやトレースしたいの実はポズなんですみたいなことをなんていうんです、うん、そこでそのまま書いて、連続してトレースできる、最終的にトレースに持っていくっていうのが目的だったので、うん、ああなるほど、ありがとう。なんかエンドイ初心者の話ってエンドイ話なのかなって思いながらさっき聞いていたんですけど、実はすごいギャップがある話ではなくて、むしろ使いやすくっていうところはそういうところに寄ってくんだっていうのがちょっと自分で発言してても意外だったので、なるほど、ありがとうございます。いえいえ、ここら辺トレース環境のチュートリアルっていうかワークショップみたいなのやるといいかもしれないですね。そうです。ただ知ってしまうとすごい簡単なんで、うん、チュートリアルにならないんですよね。そうよくあるやつで、分かってる人はもうこんな簡単でって、うん、分からなかった頃が分かんなくなるっていう問題があって、それがこうごうごうと続いてしまうっていう難しさがで、と言ってもさらにやっぱこの辺使いたいのってカーネル開発者なので、やっぱニッチなので、うん、そう人がいっぱいいると初心者が常にどんどん入ってくるから、うんうん、つまずきポイントっていうのが可視化されていくんですけど、人数が十分にいない場合つまずきポイントがなかなか見えなくて放置されて、使ってる人は使ってるんだけど、うんうん、知らない人は使えないっていう、こう分断みたいなことがどうしても起きがち で、 そうですね、でこれはちょっとか Linux カーネル特有の、うん、まあ、パイが絶対的に少ないっていうところは、うん、いろんなところで うん、ありますね。なるほど、これは常識なんだけどみたいのがなかなか展開されないっていう難しさっていうのは、まあ、ちょっと全然話違いますけど、はい。でも逆に言うとあるかもね、ジャンボリーって、このジャンボリーってイベントって結構毎回毎回初心者系の人も来るし、カーネルいじってみたい、いじってますっていう人は結構濃度が高いから、意外といそうなんですよね、うん、だから例えば、うん、私とかこういうシーンでどうすればいいみたいな、もうちょっとそういう会話をきちんとコミュニケーションして、うんうん、あ実はねっていう知見をちょっとずつちょっとずつ、うん、でイリナックス域に変えていくみたいなのが、うんうん、本当はありそうなような気は今話しながらしてました、うん近いうちにやろうか、はい、トレース特集ジャンボリーって悪乗りするなっていなるほど、トレース周りの、うん、どこでも使える最低限のツールセットみたいなのがあると
いいのかなという気はするんですよね。パーフにしてもトレースコマンドにしても組み込みだと特になかったりすることが多いじゃないですか。はいはいはい。で手で指数デバッグ FS でやるっていうのはそれなりにしんどいので、例えばビジーボックスにも最初からみんな入ってるようなそういう基本コマンドセットみたいなのがあると敷居が下がるんじゃないかなっていう気がします。まあある意味、F トレース自体は VGBOX で使えるっていうのを前提で作ってはいるんですけど、はい、じゃあコマンドの形になってましたっけ、あれ？いや、コマンドの形にはしてないのは仕方がないんですよね。トレース FS の下が変わるからっていうのがあるんですけど、はいはい、コマンドにしても結局シェルスクリプトで書けるようなコマンドしかないっていう。はいはいはい。ただそれにしてももうちょっと使い勝手が分かりやすいのものがあると敷居が下がるのかなという気がします。多分そういう意味ではさっきの、ブートコンフィグのですねシンタックスが多分一番分かりやすいんじゃないかっていう気はするんですが、なのでこのブートコンフィグのシンタックスで書いて、この bconf2ftrace を実行するっていうのが一つのタイプ。それでアプライしてしまえば。はい。あ、なるほど。ちょっと本当はそこまでやろうかなと思ったんですよ。っていうのは、Linux カーネルの中にブートコンフィグの、パーサーが入っていて、ブートタイムトレーシングの、なんていうのか設定するための機能があるので、例えばそのカーネルの中のどっか、トレース FS の下のどっかのファイルに、ブートコンフィグで書いた設定ファイルを読み込ませたらそのまま全部設定してくれるとかいうのがあったらもうちょっと楽になるのかなというのがあったんですけど、自分で書いてみたらシェルスクリプトでできちゃったみたいなのがあって、逆にシェルスクリプトでできちゃうからコマンドにならなくてあんまりみんなに広まらないっていうところがあるんですかね。そうですね、うん、あとはトレースコマンドとかそういうのも一応あることはあるんですよ、パネルシャープだったトレースコマンドっていったものは、はいはい、こっちの方がいい、まあ、見た目的にも分かりやすくていいのかなというのはありますけど、組み込みの特にいろいろあんまり入れたくない状況だと今トレースコマンドが使い勝手がいい感じかなと個人的には思ってます、うん、そうですね、トレースコマンドでしかもリモートの設定にしまえば対象マシンにあんまり何も入れなくていいっていうのはありますね、うん、ところですかね。あ、質問。どうぞどうぞどうぞ。あ、すみません。ソニーの杉本です。はい。イベントプルーブについてちょっと一点聞きたいんですけど、はい。K プルーブでそのオフセットでファイルネーム取るようなものを E プルーブ使うと、うまくその部分をラップしてくれてるっていう感じで、内部的には同じことをやってるっていうに認識でよろしいでしょうか。あ、ですね、イベントプローブですよね。イベントプローブ自体は、はい、そうですね、どちらかというと、これ、今、既存のカーネルに存在している、その、スタティックイベントありますよね。はい。ヨナスの。あれに対して、ちょっと、なんていうか、ちょっと足りないところを、うまくカバーするためのやつなので、例えば、その、K プローブスのイベントを使うと、もうそのまま、あるその、ポイントで、そのまま例えばそのフィール、なんていうんですかね、データストラクチャーの中身とか取れるんですよ。はい、で、要は Kprobes のデータストラクチャーとか、なんだっけ、
ストリングスとかを取ってくる機能っていうのだけをなんかスタッフがイベントに適用したいっていうのがあったのでこれを作ったっていう感じなんですよね。わかりました。あ、じゃあもうこれはあのトレースポイントはスタティックな場合なんでカーネルのコードが変更されてもこの eProve は消え、そうですね、まあ、コマンド用意しとけばどこでもいくらでもカーネルバージョンが変わろうと使えるっていう感じ。ね、ちょっとそれはあの、はい、その構造カーネルの中の構造体とかってあのメンバーが変わったりしてオフセットが違ったり変わったりするんですよ、はい、だからこれもやっぱりああ結局その時にこう見ていかないと何とも言えないっていう状況。わかりました。そうです、そうなんですよね。だから、おすすめとしてはもうカーネルビルドするときにデバッグ情報を有効にしてしまってパフプローブ使うっていうのが一番確実といえば確実ですね。そうするとその、ソースコードで指定したような形であのプローブを打ち込むことができます。例えばそのフィールドの、fpos とかって、どこだ、f、これだと例えばファイ、なんだっけ、ファイル、fpos とか、そうするとこういうふうな感じで fpos ってフィールドだけれども、はい、フィールドで280バイト先だよっていうのをこれの中で計算してくれるんですよね、はい、だからこんな感じでデバッグ情報と一緒にこうパワープローブ使うっていうのが一番簡単で最強ですけど、問題としてはそれをデバッグ情報を作っておかないと使えないっていう問題になります。組み込みとかだったらホストの方でビルド、これなんかもその状態なんですけど、ホストの方でビルドしてデバッグ情報ごとビルドして実際にリリースするときにはデバッグ情報ないんだけれども、同じカーネルのイメージ使ってる以上、あ、はい、これをそのままコピーして、エコーで、コピーして、ゲートオブイベントに突っ込んであげると、こんな感じで、使えますよと。はい。だからこの場合、リモートというか、ターゲット側にはデバッグ情報とかいらなくて、ホストの方にだけ残っておる、いれば大丈夫と。いう感じになります。あ、分かりました。 ありがとうございます。あ、じゃあ基本、じゃあまあでもその eProve 使った方が、あのちょっと eProve の結構例がその単純なそのダラのファイルネームだけで、はいはい、そのファイルネームだけでそう抽出できてるんで、カーネルのその構造体が変わって内部が変わっても追従はそのしてくれないんですかね。そのしてくれないですっていうのは、はい、さっき、お見せしたのってあのすごい単純な事例で、こいつはもうこのファイルネームっていうポイント、なんていうんですかね、この引数がもうポインターになってるから、そのポインターからどうやって情報を取り出すか。もともとのやつだとサイズが8だから8バイトのポインターのアドレスしか持ってこないわけですよ。あ、はい。でそれに対してそれをそうじゃなくてポインターのアドレスからちゃんと U ストリング、あのストリング情報として取り出してそれをファイルとして記録しろって言ったのがいいプローブなのでできたんですけど、例えばこれがフィールドとかになってくると、データストラクチャーのフィールドとかになってくると、そのフィールドのオフセット値っていうのをここで指定しないといけないんですね。あ、なるほど。あ、そこで今ってこれ、まあ、指定できる形に、はいはい、あの指定しようとすると、これが例えばその、オープンアットだけど、あ、ちょっと待ってください。どこ行った、これか。どうなってるかというと、CAT のイベントの、シスコールズ、シスインターオープンアットフォーマットっていうところを見て、
で、ここで、こいつ多分ないんですよね。こいつにはなくて、まあ、ここに例えばあるとして、ファイルっていうのがあるとすると、どうなるかっていうと、エコーで、E の、オープンアットの、まあ、ほにゃららっていう、こう、シスコールズ、シス、エンター、オープンアット。で、やっぱりこういうふうに書かないといけないんですよね。DI じゃなくて、多分、ここが、ダラファイルとかになるんですけど。ああ、なるほど。あ、わかりました。あ、じゃあ、結局、その eProve でも、そのオフセットに関しては、ユーザーが指定しないといけないっていうことで、はい、まあ、その例が単純なファイルネームだったんでよかったんですけど。そうですね。ああ。これ実は、はい、あ、なるほど、ちょっと勘違いしました。すみません。ここは実はちょっとそこが弱くて、kProves のイベントの方は、この解決してくれる、このオフセットを解決してくれるツールがあるからいいんですけど、eProve それないんですよね、まだ。あ、じゃあ自分で。自分でそのオフセットを解決するためには自分で調べないといけない問題があって、それがちょっと辛いなと思ってるところですね。わかりました。ああ、すみません、ちょっと勘違いしてました。ああ、ありがとうございます。はい。はい、どうもです。他はどうでしょうか。もう大丈夫かな。はい。はい、じゃあ、どうも、ありがとうございました。はい、平松さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ、スライド資料の方はまた、ちょっと別途送ってみてください。やってみます、はい。はい。はい、ありがとうございます。はい。で、今日は、すでに、これで、事前登録があった話は終わりです。浅